日本も長射程と多様なプラットフォームからの発射可能なミサイルを保有すべく、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発を始めており、完成、配備までの間、アメリカのトマホークを導入するとの情報を入手しました。今回は、この迎撃ミサイルであるトマホークについて詳しく見ていきましょう。トマホークを海自のイージス艦に搭載し、迎撃ミサイル用の装置の改修を進めているらしいです。しかし、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発は、できるだけ前倒しでお願いしたいですね。朝鮮半島の有事を想定して、2022年10月31日から、アメリカ軍と韓国軍による大規模な合同軍事演習が行われ、最新鋭のステルス戦闘機の韓国空軍の F-35 や、アメリカ軍岩国基地所属の F-35B など、米韓合わせておよそ240機が参加した上空での戦闘訓練などを行いました。これに対し、北朝鮮は挑発行為であるとし、アメリカと韓国に、この大規模な軍事演習をやめるように要求しました。さらに、このような挑発行為を続けるなら、北朝鮮は強力な追加措置を講じると伝え、この軍事演習を攻撃型の戦争演習だと非難し、最近の北朝鮮による弾道ミサイルの発射は正当な防衛措置だと主張しています。北朝鮮は、この米韓の合同軍事演習に対応するための作戦として、11月2日に、地対空ミサイルなどを29発も乱発射しています。さらに、翌3日にも、弾道ミサイルを発射しており、敵のあらゆる戦争演習に、持続的で圧倒的な軍事措置で対応すると、警告し反発を強めています。加えて、自国の開発力の前進や、技術力の高さを見せつけているようにも受け取れます。このような情勢の中で、最近は、ミサイルという単語を耳にする機会が増えていますが、そこで、日本を取り巻く国々のミサイルの軍事状況を見てみると、ロシア、中国は、長距離巡航ミサイルを保持し、すでに配備済みであり、北朝鮮は、現在開発中ではないかと見られています。日本と韓国は、両方が、アメリカの同盟国であるという、関係にあり、その韓国も、国産の長距離巡航ミサイルをすでに配備しており、さらには、台湾までもが近いうちに配備する予定である。それらに習うかのように、日本も、長射程化と、多様なプラットフォームからの発射能力を加えた一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型、巡航ミサイルが開発中である。現在、陸上自衛隊が運用している一蓋式地対艦誘導弾の射程は約 200km ですが、これを 900km を目指して開発され、最終の能力向上型では、地発型、艦発型、空発型などのプラットフォームからの発射が可能になり、射程が 1500km まで延伸される予定である。この一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が完成するのは、まず、地発型が2025年度でそれに加え、艦発型と空発型も含めて、最終的には2028年度になる見通しで、前倒しを図っても2026年度後以降である。そこで、北朝鮮の弾道ミサイル問題や、米中の台湾有事の危険性が生じており、アメリカよりトマホーク、巡航ミサイルの導入を進めています。中国の台頭などの情勢により、日本が反撃能力を保有することに、アメリカが理解を示しており、トマホークの導入は実現する可能性が高い。トマホークの射程は 1600km あり、海上自衛隊のイージス艦に、このトマホークを搭載する予定であり、迎撃ミサイル用の垂直発射装置の改修を検討しているとのことです。ミサイルの発射方式は、
胴体からの垂直発射と、魚雷発射管からの水平方向への発射が想定されています。我が国周辺の国々においては、ロシア、中国、北朝鮮は、日本を攻撃可能な弾道弾を保有しており、北朝鮮と陸続きである韓国も長距離ミサイルを配備していることから考えた場合、この弾道弾を保有していないのは、日本と台湾ということになります。しかし、その台湾は長距離巡航ミサイルを近いうちに配備する予定であると、先に述べておりましたので、現状としては、長距離の攻撃方法を持たないのは、日本だけとなります。この現実を直視した場合に、日本の三大仮想敵国であるロシア、中国、北朝鮮に反撃する能力を保有していないのは、何とも頼りないですね。ロシアによるウクライナ侵攻は、現在も続いており、国際的にも、緊張が高まっている。それが長期化する中で、東アジアにおける中国の軍事力強化、及び中国、台湾関係、北朝鮮によるミサイル問題において、日本国内でも軍事的な強化の必要性が叫ばれており、これまで日本が憲法に基づいて遵守してきた自衛隊における専守防衛の理念を捨てて、防衛政策が進められ、防衛力を強化しようとしている。日本国憲法第9条の下、専守防衛に基づき、国防の基本方針、及び防衛計画の大綱の定めるところにより、国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを基本理念としていることから、政府の見解は、憲法は自衛権の放棄を定めたものではなく、その自衛権の裏付けとなる自衛のための必要最低限の実力は憲法第9条の権力には該当しないとしており。よって、日本を防衛するための最低限の実力を行使することは認められています。我が国の自衛隊はこのように憲法上の制約を課せられており、通常で考えられている軍隊とは異なる面があります。そのため、憲法の解釈での専守防衛の理念から、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空母艦や戦略爆撃機などを開発すること、また、それらを配備することは、できないとしています。その昔、攻撃型と言われていた航空母艦だが、現在、対戦能力や輸送能力の向上を目的とした、ヒューガ型護衛艦が導入されました。諸外国ではヘリ空母に相当します。さらに、ヒューガ型の後継艦として、出雲型護衛艦も2015年から現在も就役中です。出雲型護衛艦の基準排水量は19500トンで、ヒューガ型より大型となっています。現在はヘリコプター搭載護衛艦であるこの、出雲型護衛艦の1番艦の出雲と2番艦の加賀を F-35B が発着可能にするための改修工事を行っており、この決定には政治的な面からかなりの時間を要しました。さて、陸上自衛隊の1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が完成、配備されるまでの間を埋めるトマホーク巡航ミサイルの調達、配備だが、専守防衛の観点から、自衛のための最低限の実力なのか、憲法で言うところの配備すべきではないのか、について考えれば、すでに極限状態だと言えますね。日本のミサイル防衛体制には、短距離から中距離の弾道ミサイルを迎撃する目的の完全発射型弾道弾迎撃ミサイル SM-3 があります。しかし、近年のミサイルは射程距離が伸びていることに加え、低高度を変則的に飛行する弾道ミサイルもありますし、
数多くのミサイルを一度に発射するなどの高性能のミサイルをすべて排除することは難しい。さらに、北朝鮮のミサイル攻撃能力は向上しており、挑発的に短時間で多数の弾道ミサイルを発射し続けている上に、弾道ミサイルが日本の上空を通過し、太平洋に落下するという事態もありました。もし、これが我が国に向けられれば、海上自衛隊の艦船発射型弾道弾迎撃ミサイル SM-3 では、数の面から、すでに間に合っていない。もし着弾したなら、大きな被害となることは明白である。このような攻撃側が、防御能力を超えたミサイル攻撃は、冷戦時代のソビエトが、アメリカの空母機動部隊に対し、大量のミサイルを発射し、艦船を沈没させるという、飽和攻撃の手段を用いました。そうした攻撃に対して、防御率 100% は不可能であり、迎撃の難易度は非常に高いですね。また、日本でも、北朝鮮による、この飽和攻撃の可能性を懸念しています。巡航ミサイルの開発により、ロシアによるウクライナ侵攻でも見られるように、航空機による攻撃だけではなく、弾道弾や巡航ミサイルなどのミサイルによる攻撃も多様化し、さらにはドローンのような無人の自爆型も使用されており、そうしたすべてに対応する迎撃システムの導入は難しいでしょう。ドローンや人員携行型ロケット弾などに、対応可能な空中での迎撃を目的とした防空兵器としては、世界的にも知名度が高いイスラエルが配備しているアイアンドームという防空システムがありますが、これは重要性の低い目標へ向かう攻撃を対象から除外し、発射するミサイルの使用を低減することが可能で、同時に2発のミサイルが発射され運用されます。迎撃の成功率は 90% 以上と言われています。しかし、迎撃ミサイルより対象とするロケット弾の方が確実に安価であり、コストパフォーマンスが非常に低く、多数のロケット弾を放つ飽和攻撃を用いられれば、防御側の経済的損失は大きい。ウクライナのゼレンスキー大統領は、イスラエルのアイアンドームをロシアによる侵攻に対抗すべく供与を要求したが、このロシア・ウクライナ戦争に中立の立場を見せているイスラエルが輸出の要求に応じなかった。そのため、ウクライナはロシアの軍によるインフラ施設や病院への繰り返しの攻撃による破壊が続き、深刻な状況に直面しています。私たちは今実際に起こっている戦争によるこのような現実を見せつけられると、防御、防衛のための高価な兵器を生み出し充実させることより、お互いがこのような攻撃を仕掛けない、もしくは相手が攻撃を考え直すための相手よりも長距離のミサイル攻撃が可能な兵器を保有しなければなりません。そうしたことから考えても、現在開発中の1不敷地対艦誘導弾の能力向上型は、射程が 1500km まで長射程化され、理にかなっているが、完成はずっと先のこと。その間を埋めてくれるのではないかとされているトマホーク巡航ミサイルは、各国の潜水艦に搭載され、いくつもの戦争で成果を残しており、今、まさに、このミサイルを保有することこそが、抑止力となるのではないでしょうか。